今回はシンガポールのレイルコリドーを歩いてみようという企画です。どうもこんにちは、シンガポールの七です。かつてタンジョンパーガーからシンガポールを縦断してウッドランドよりマレーシアへつながる鉄道が走っていました。その線路のあった線路跡を歩くのがこのレイルコリドーです。前回はナショナルパークボードが紹介しているレイルコリドーのスタート地点と過去の線路跡は少し違ったので、実際にそこまで行って確認をしてきました。今回からはとうとうこのスタート地点からレイルコリドーハイキングのスタートです。
さて、地図上では今ここまで来ました。まだまだ先は長いですね。ここでナショナルパークスボードが紹介しているレールコリドーを見ると、この先は運河の左側を歩くことになっています。その道をいつもの地図で見てみると、ここですよね。こちらはこんな感じの綺麗な舗装されたコリドーですね。しかしこの地図だと運河の右側にまだレールコリドーがありますね。こちらも確認してみましょう。こちらも歩けそうですね。ではこの企画ではこの地図上のレールコリドーで行けるところまで行ってみましょう。今地図上だとここまで来ました。この先もこの地図上にあるレールコリドーを突き進んでいきましょう。あれ、ここで行き止まりです。地図上だとここですね。この先はアンダーコンストラクションと書いてあり、現在工事中ですね。実際にこの先の状況を見るとこんな感じですね。まさに工事中です。この区画は仕方ないので断念して、ナショナルパークスボードが紹介している運河の左側のコリドーを歩くことにしましょう。